ハンドルカバーも買いました。今縫い方試行錯誤してたんですけど、この縫い方でいこうかと思います。こんにちは。ハンドルカバーをチクチクしてます。チクチクコモスメです。縫い方は多分オリジナルでいいと思うんですけど。オリジナルな、こういう縫い方。うん、まあ、あとは最後 20% ぐらいだね。そう、待って、でここのところを引っ張って締めてる。こうやってそんな感じでやってる。こちらはあの一切触れてない あんな任せの作業ということで。はい、そうですよ。これでね、もう一回やってよ。なんて、まあとりあえず通して、ね、表舞台に出すやん。 これがな、硬いんだ、ね、かなりちっちゃい穴なんだよね。そう、よし、表舞台に出して、うん、でこっちに通す。めっちゃ大変やんこれ。なんか一個穴、あ、やり直すわ。ハンドルカバー完成しました。めちゃくちゃ大変でした。また可愛くなりました。何ですか？何か言ってるな。なんか言ったら大丈夫。これは最後どうなるの？はい、分かった。この方が難しくない？これ思ったより難しい。説明書通りにせんのがいい時もある。破れた。何これ？できた？ラブランド。引っ張りすぎる。なんか偉いさ、マッチョになるんだけど、これでいいの？はい、なんとかつけることができました。結構ピチピチに作ってあるんで、めちゃくちゃ引っ張って頑張ってつけました。こんな感じです。